宮田治は NHK の元エグゼクティブアナウンサー。現在は新職でセレモアつくば業務執行役員。経造プロダクションに客員として所属。千葉県立船橋高等学校を経て埼玉大学卒業後、1970年 NHK 入局。最初の大阪勤務時阪神淡路大震災に遭い、その初動対応にあたる。 震災から3ヶ月後に東京アナウンス室へ移動し、NHK ニュース7の土日祝のキャスターに就任。1998年には平日キャスターの森田美雪が2週間の夏休みを取り、キャスター代理として担当した。2004年に役職定年後、食卓食扱いのエクゼクティブアナウンサーとして勤務。2008年、60歳を機に引退した。 NHK に在職中、千葉県朝鮮郡町南町にある熊野神社に宮司の成り主がいないことを知り、2002年4月に通信教育で新職の資格を取得。翌2003年6月、同神社の宮司となった。現在は地元、千葉県で多くの中小神社の宮司を務める。なお、アナウンサー時代、官主の活動は NHK の許可を得て行っていた。 現在はセレモアつくばの業務執行役員を務めており、同社のイメージキャラクターとして広告やテレビ CM にも登場している。ありがとうございます。